はい、皆さんこんにちは、クーです。はい、今日もディズニースノーランナーの続きをやっていきたいと思いますよ。はい、ですね、今日は契約のピアリカバリーということでですね、ジムニコースクのピアまでにコンクリートスラブ2つとオーバーサイズカーゴを持っていきたいと思います。はい、とりあえずコンクリートスラブ2つは積載所にあるんで、こちらに今いるんですよね。はい、今回はですね、アゾフさんで化石採取しながら持っていこうかなと思っています。そう、ちょっと待って、アンパックしていく。よし、もし、これでちょっと、まあなんか軽くなると聞いたんでね、そう、この坂道を行こうと思ってます。どうだろう、ここ行けるかな。なんかね、マルタの運ぶミッションがここまであって、その時にマルタを下ろしてから帰り道はここを通ったんですけどね、結構大丈夫だったんですよね。どうだろう、どうですか。あ、やっぱさすがに重いかな。化石さえで行くのは大変。よいしょ、お、頑張れアゾフさん。よし、アゾフさん頑張って。よし、行ける、あなたなら行ける。そう、なんかね、この道っていうかね、なんかコメントに以前、私帰りに前ここに来た時ぐるぐる帰りは戻ってたんですけど、コメントに坂道が緩いところだったらそのままショートカットで行けるみたいなことを書いてくださった方がいたんで、ね、ちょっと挑戦しようかなと思ってやってみました。ちょっと大丈夫かな、ちょっと。よいしょ、安い、おいしょ、見て、ちょっと、いや、アソフさんのちょっと応援回線がすごいんですよね。そう、昨日の動画に、ね、結構皆さんもね書いてくださってたんですけど、アソフさんの応援回線のすごさみたいな。だから今回この方法でもしかしたらいけるんじゃないかなと思って挑戦したいと思います。さあ、でこれでオーバーサイズの方の車を運転して一緒に行こうかなと思ってるんですよね。うん、でも途中すっごい難しい場所があって、そう、牽引したままだとちゃんとにこう、できないかもしれないから、まあそこら辺は引き離しつつみたいな感じなのかなみたいな。そう、やってみなきゃ分からないんですけどね、今日は前回よりもさらになんか、横転パラダイスな気がしますね。そう、やばい、もう前回横転しなかったけどかなりやばかったですからね。そう、あれで横転したかったの知らないくらい、もうアサフさんの横転体制のパフォーマンスがすごすぎて、こういう風になる。よいしょ、いや今日もアサフさんには頑張っていただこうかなと思ってます。よいしょ、おいけ、はい、ジムニコスクの方まで到着しました。どうやっていくかはですね、こちらですね、ちょっと後ろの方なんですけど、この道を通っていこうかなと思ってます。そう、まあね、このま、なんか、お、なんか喉が枯れてる。そうそう、このマップね、なんか、いやー、どこ行ってもやばそうなんですよね。そう、ほんとどこ行ってもやばそうで、ちょっとどうしよう、どうだろう、こんな感じで行けたらなと考えてます。いや、どうだろう、ここのままで行った方がいいのかな、こういう感じ。まだこの後に及んで優柔不断に。そう、よいしょ、いやー、本当にこんな感じで行きたいですね。
よし、そうなんですけど、ちょっと後ろの方なんでね、バックしなきゃいけないんですけど、ちょっとね、道がかなり悪いんで、私のバックスキルだとちょっとかなり不安なんでね、化石さえ欲しいし。なので、ガレージの方で、U ターンしようかなと思ってます。そう、そして、こちらでね、オーバーサイズのカーゴもあるんで、そちらのトラックも一緒に引いていきたいと思ってますよ。いやー、これね、かなり危険だと思う。本当に。まあ、今日は横転しても仕方ないかなって思ってますね、本当に。いやー、やばい。よいしょ。とりあえずですね、ガソリンは大丈夫かな。そう、燃料タンクとかこう出してないんでね。多分、アゾフさんだったら、間に合うと思うんで、このまま行ってしまいます。よし。わあ、本当にドキドキする。 いや、本当はなんかもう本当にね、バラバラに持ってけばいいんだけど、2回。でもなんかこう持ってきたくないじゃないですか、一緒に。 なので、挑戦してみようかなと思ってます。よし、とりあえずね、これを、そうですね、もうちょっと先で待機させてあげて、よいしょ、この辺でいいかな。ちょっと坂道なんで、よいしょ。ボロンさん、こちらでオーバーサイズカーゴ。そう、これがね、これがどうなることやら。もうなんか、いっそのこと後ろもアゾフさんの方がいいのかな、でも、みたいな。難しいですね、本当に。これがね、多分横転しやすいんじゃないかなと思ってるんですよね。みたいな。いやー、超緊張する。よし。なんだかんだ言って、ジムネコースクで大きい荷物を運ぶの初めてなんですよね。そう。で、結構やっぱり昨日見てくださった方もお分かりの通り、やばいんですよね、この道。この道じゃなくて、このマップ。ちょっと、よいしょ。ちょっと待って、エンジン切る？チェンジ。よいしょ。エンジンかけてあげてからの、よいしょ。こっちかな。十分くっついてるか。よし。行くぞ。エンジンオンにしたげて。いや、ほんとドキドキやばいですよ。本当にね。もう気をつけながら行きたいと思います。そう、ここの道もだってやばいもんね。ちょっとついてきてはくれてますね。よいしょ。もうね、不安でしかないけど、どう？こんな感じ。一応ついてきてる。よいしょ。このところサムネも撮りたいんだけど、あまりにも夢中になってると後で忘れちゃいそう。ねえ、いつもなんか自分の動画を見返してサムネできるところを探してるけど、まずここも曲がらなきゃいけない。よいしょ。よいしょ。ちょっと下がって、下がって、下がって。よいしょ。ちょっと曲がれるかな。おお。なんかね、もう右側にも2つ大きい石があって、そこにも乗り上げてほしくないし、いけるかな。こんな感じか。よし、大丈夫。いや、あんまりサムネとか考えて止めてたら、そのうち落ちるかもしんないから、後ろ見るのほどほどにしなきゃですね。いや、ほんと、やばい。一応ついてきてるよ。なんか、どこでダメージを受けたんだろう。よいしょ。
そう、なんかね、もう、折れた木とかもゴロゴロしてるし、ほんとここやばいんですよね。どうしよう、この先がね、すごいやばいんですよね。だからちょっとここは一台一台安全に持っていこうかな、切り離して。そう、ちょっと待って、安全？危ない。今の見ました？ちょっと大丈夫？大丈夫？ここで止めて大丈夫なのかな？もう切り離すのも、切り離したらなんか倒れちゃいそうな気がしないでもないけど、大丈夫かな？切り離すよ。エンジンオフにしてからの、大丈夫？ やばい。よし、とりあえず、いや、何がやばいって、多分ここ牽引で私の運転技術だとうまく後ろのトラックをね、誘導してあげられなくて倒れるんじゃないかなと思っています。そう、ここやばいですよね。セミトレーラーで1回コンクリートブロックを運んだことあるんですけど、そう、ちょっとでも右になるとガクって下がっちゃって、そう、ここタイトなんですよね、結構。そう、いやー、この1台だったらいける。よいしょ、とりあえず大丈夫かな。ていうか、ぬかってるし ちょっとこれ、あ、すごいぬかってる、やばいですね。ここで止めるのもやばいから、もうちょっと先か。いや、でも、ここら辺で大丈夫かな。止めて脱出できるんだろうか。怖い。迷うな。さあ、ここで止めて、ゴロンさんを待っている間に沈むって可能性もあるんでね よし、とりあえず明るくする。うん。あー、超緊張する。危ない。もうすでに危ない。これな、ちょっとアンパックしてくっていうのはどう？危ないかな。よいしょ。本当に気をつけながら行きたいと思います。いや、本当にね、いや、もうし、ちょ、なんか緊張すると声が枯れるのかもし、やばい、もうなんか、うわ、いや、本当にもう、だって喉カラカラだし、こんな感じで、よいしょ。いや、ちょっともうちょっと、なんかね、車があれしたがってる、右に行きたがってる。もうちょっとこっちの方、もうちょっとあれした方が良かったのに。でもここで今バックしたら怖い。こうか。いや、これ慎重すぎる 慎重すぎますかね。でも、後ろが、やばい。超ゴリ押し、超ゴリ押し、ちょっと待って。やばい。おいしょ。オッケー。なんとかいけましたかね。やばい。 よかった、よかった。ちょっと待って、これでパックする。よし。はあ、とりあえずなんとかいけた。いや、こんなに心配する必要もいいのかな。他の人どうなんだろうって本当気になる。なんか、自分が心配しすぎてるのか、あれですね、オンにしてあげて、よいしょ、オッケー。いや、っていうかね、今のところすごいめっちゃなんか慎重にしたけど、本当になんか、コンクリート
空をセミトレーラーで運んでた時、倒れはしなかったけど、本当にその時アトフさんに運んでたんですよね。あのピンクのやつが置いてあったじゃないですか、昨日。そう、あれでセミトレーラーを引いてみたいな。だから倒れなかったけどみたいな。それでコンクリートスラブセミトレーラーに入ってる時、高さも低いし、そう、そんなに重心高くならないのに行けたんじゃないかなと思ってるんですけどそう、その時結構際どかったんですよね。だからめっちゃ心配しました。よし、まあでもここもね、ここから先も結構ネタネタとやばかった気がしますね。わーよー、超緊張する。いや、このやつ映像がなんかやばい時ほど映像が地味になりますよね。本当になんかもう、わーでももう超緊張する。よいしょ、そこからもやばいですね。うわー、そう、このカーブもなかなか後ろがどうついてきてくれるのかって感じ、本当ありますよね。はあ、ついてきてる。よいしょ。ちょっとエルにして。なんかここら辺も急にガクって傾いたり、ねえ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 するでしょ。やばい。ちょっと後ろ振り向きたくない。一応ついてきてる？ついてきてるんすね。いや、本当に振り向きたくない。めっちゃ振り向きたくない。よいしょ。いやー、ここも、めっちゃ抜かってそうだけど、真ん中をガクっていく。やばいかな。ちょっと待って、後ろもいるから変にバックしたくないな。よいしょ。これ後ろちゃんとにあれしてますかね。ちょっと離しますね。オフにしてあげてからの、ちょっとウィンチでなんとかなるかな。うわ、ちっちゃいのしかない。ちょっと待って、下がりたいけどくっつきすぎて下がれないかな。あ、完全にはまっちゃったかもしれない。どうしよう。うわ、どうしよう。ちょっと待って待って待って、これはなんだ？あ、なんか切り株かな。よし、これなら OK。 あ、バックバックに入れます。よし、これは OK。 これどうしよう、どうしよう、引っ張るか。よいしょ、 L でしょ。怖い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 。ここまで来たらいけるかな。これで引っ張っちゃえ。いやー、ちょっと緊張するんですけど。エンジンオンにしとこう。よし、オッケー、多分いけるはず。よし、頑張ろう。あと、あともうちょっとだから頑張ろう。よいしょ。
あ、ここもカーブからのカーブぬたぬた。あ、これも大丈夫かな。ちょっとよいしょ。あ、ちょっと緊張しすぎて黙っちゃいますね。一応ついてきてる、ついてきてる。あ、よし。ここも向かってますね。ちょっと待って、今どこ？どうしよう、このまままっすぐ行ってアスファルトに出た方がいいのかな、先に。そうしようかな、ちょっとあんまりこれが京都出るか吉と出るか。よいしょ。ちょっとやばい、今のところやばそうだからスピードでなんとか勝負。よいしょ。オッケー。ここら辺がアスファルト。ついてきてる。超めっちゃなんかこういう神経すり減りますね。よいしょ。いや、心配しすぎかな、私。なんか、こう、他の方のを見ると、絶対スイ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 みんなやってるのかなって思いますね。さあ。いや、でも、よかった、ここまで無事に。ここまで来たら、まあ、倒れたとしても、あれかな、みたいなね。よいしょ。よいしょ。え、どこだ？あ、そっか、そっか、来る場所が違ったから。よいしょ、ここですね。ここ、ここをこう、で、こう。よし。曲がってるかな？緊張する、これ。さあ、やっぱここ初めてから来るの、記憶にないかな。うわー、やったー。いや、まだ油断はならぬ。よいしょ。ちょっと待ってくださいね、まず。これを外してあげて、これパックしたらどうなりますか？消えちゃう？もしかして。消えたら 消えたら嫌なんで、クレーモードでちょっと下ろしとくか。なんかそんな感じですよね。丸太だと、なんか、余計に乗ってるやつを、乗せたままパックすると消えちゃうじゃないですか。なので、ちょっとこちらはこちらに置いときたいと思います。えい。 よし、このくらいあれしてれば大丈夫かな。そうで、あとパック、よし。で、カーゴを入れる、よし。あとはこれか。よし。こうして、よいしょ。リストアクリーンして、ちょ、リムーブじゃないよ。 リムーブ
危ない危ない危ない。これ行き過ぎて私いつもなんかパックじゃなくてリムーブカーゴとか押しちゃうんですよね。危ないです。どうしよう。これでコンクリートスラブは完了。よし、ちょっとこの車にはあっちの方で待機してもらってて。超よかった、ピア。よいしょ。で、チェンジして、こちらを。よし、オーバーサイズ、やったー。おー、すごい。あ、いい感じのムービーですね。港、埠頭でしたっけ、ピアって。ね。おー、治ってく、治、え、そこ、そこ。あれ、そこなんか一部壊れたままでしたよね、あそこ。 全部直さないんだ。了解です。いや、よかったよかった、横転せず無事に終わりました。いや、本当にちょっとめっちゃハラハラドキドキでしたね、今回は。うーん、すごい、なんか必要以上にちょっとあれ慎重すぎたかもしれないですけどね。 そう、でもよかったです。わあ、ほんと無事で終わってよかった。もうなんかどっと疲れましたね、今回は。 よし、最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。それじゃあ、またね、バイバイ。